奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰んが我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ！何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに住む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は、お前は兄さんの仇だ。覚悟。大当たりが来るぞ。
奴隷風情が。スルドに取って代わる望みもこれまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも…それは…それでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ。後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。エルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。
なるほど、タリオの差し金だったとはな。ミハグサール、今さら聞いて何となさる。どうせこたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰は下りやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手のものを破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。鋭ブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。鋭ブリガが続く限りこの国に真の平安はない。鋭ブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。分かった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。
どうするんだろう。